ぶりよ、球を打つのが1ヶ月前ぐらいですかね。やばいよねだよね、何も意識しなかったら先生に直される前も。いやだから飛ばすって相当大変ですよね。いや大変だよ。そんななんかびっくりした、収録してたのよピザピンって飛ばしてめっちゃ、うん、そうで肩下げてめっちゃだんだん当たらないわけ。そのまま比べへんともっちょっと持ち上げて打ちにくいやろ、それになれろ。打ちにくいけど言葉にできないんだけど、でえぇ、カトミゴルフ塾のかよこです。あみです。あきらです。お願いします。お願いします。今日はですね、私先生にこう300飛ばしますっていう宣言をしてからですね、まだ1回も実は、はい、打ててない、打ててないですなので、まあ、今日はちょっと見てもらおうかなと思って、はい、カメラ回しております、はい、お付き合いください、はい、お願いします。お願いします。そもそも何をどう言われてたのか私全然把握してないです、先生に。だよね、私もレッスンのことは忘れちゃったから、はい、この間あの YouTube でもう一回見直したんだけど何言われたっけ私と思って、はい、あのこうだろうみたいなのあるけど、その動きの感覚として忘れてるからあ、なるほど、どうやって動いてたかなっていう、はい、今ドライバー持ってるけどさ、あのあれ無理なのよ、球打つのが。あ、もうそもそも、そもそもえ、だからあの取ったぶりよ、球を打つのが1ヶ月前ぐらいですかね。やばいよね。しかも個人的なあれですけど、もうスケジュールがタイトすぎてトレーニングレッスン、トレーニング撮影、トレーニングトレーニングやばいやばい、ちょっともう、はい、打って、もうどんどん打っていきます。はい、お願いします。ありのままをちょっと流していきますので、お願いします。だよね、何も意識しなかったら先生に直される前も。えかよさんのドライバーですか。違う、はい、先生がこれ使えばって。コブラだったんで。私もともとロマロだったからね。あまりにもお前のクラブは古すぎるって言われて。ああ、なるほどこの間のね YouTube 多分見てもらったら分かるんですけど、アミにちょっと対してやるんだけど、インパクト私こうでしょって先生にやったの、はいはい、先生がこうだよって、あ、え、ここみたいな骨盤の位置が足抜けちゃうみたいなその位置に持ってくのが球関係なく一旦体が動きとして崩さないといけないなっていうので、今日はちょっとそれをメインにそうやろうかなと思って。わかる、この、だからこうな、この間もこうなったんだけど全然違うのよ、打点が確かに綺麗に打てって言われたら打てるけど、それで300は 100% 飛ばせないから、こっちの動きがなかったから余計それをすると突っ込んで天ぷら気になっちゃう。そうなの、そうなの、はい、そうなのよもう足抜けそうになるもん。フィニッシュの後先生に言われた位置にありますけど、打ってる瞬間はまだ半分くらい届いてないです。それはドラゴン打ちなんですか。多分私はあんまり聞いたことない、うん、そうだよね、はい、そうだよね。かよちゃんが打ってた全盛期はって確かこの間の YouTube で言ってたと思うから、かよさんの体の柔らかさもある。そうそう、柔らかさと多分その飛ばしてた時、うん、そのそれこそドラゴンの打ち方、もうちょいですよ、うん、もうやばいこの間もうって声出たもん、もうもう無理だわ、やばいですね。でも飛ばしてた時はその形できてたってことですよね。らしい、自覚はないんだけどすごいパキパキなるのがめっちゃ気になるこれ、ね、さんのあるある。私いつもパキパキ言ってんの、関節が緩いからさ。それでフィニッシュで止
まるってきつくないですか？無理。でももうそれをやっていかないと多分その位置に行かないから、うんうんうん、この間のあの YouTube 撮った次の日めちゃくちゃ筋肉痛で、多分アリは分かると思うんだけど、左の斜角筋なります。めちゃくちゃ筋肉痛になるのよ、ドラゴンとかの練習すると、うん、ここそこ、ここ、まあ、この間は左だったけど、昔はドラゴンの練習すると右側が筋肉痛になったんだけど、今の先生の理論だとこっち側が結構筋肉痛に、うん、右に私なったことない。あ、なったことない、うん、はい、左ばっかり。こう走らせる系のドラゴンの練習してた時はもう右の僧帽筋とこの斜角筋がめちゃくちゃ筋肉痛で、やっぱ使ってなかったんだなと思って。なんか私の感覚だったら、うん、こっちを持ってくよりこっち下げた方がいい、なんか行くんじゃないかなって思っちゃう。あ、形はね、体重がいかないから。あー、なるほど。体重なのよ、この確かに全部持っていかないといけない。そう、これってただ、うん、こうでしょ、うんうん、右体重なだけだから、こっちにいた状態で、やばい、絶対できない。めちゃくちゃ難しくないですか？難しいんだよ。大変だ。めちゃくちゃ本音が出たでしょ今。いや、だから飛ばすって相当大変ですよね。いや大変だよ。そんななんか、びっくりした、収録してたんや。びっくりするやん。ウラでーす。やったー。ちょっとこの無理無理、これおしっこしに来たばっかりだ。先生チェンジ。へえ、ほんまに何のこっちゃ分かれへん。何何してんのこれ。ただかよさんが練習してるだけです。え、じゃあ俺何もしようがなくない？いや、だからどうだろう、そっち。ああ、うちいいや。OK、しゃがみすぎの肩上がりすぎやな。しゃがみすぎ、止めて、ボールで見て。アドレス取って、しゃがんだ時に右膝がグーッと落ちてんのよね。ね、うん、赤ちゃん抱っこしてからか、うん、赤ちゃんね、こうやってじゃなくて、膝でこうやる癖がついてんだ。上半身でこうじゃなくて膝で、だから昔からの時ってやったら今だいぶ今じゃない、違う膝の膝笑ってるわってやったもん。でもマジな話で昔に比べて膝がまだ落ちすぎてんねん。あ、ね、膝落ちすぎて重心が下がりすぎてるの自分でなんとなく分かってるから肩上げてごまかしてる。足ピンって飛ばしてる、ちょっと気持ち悪いけど、いやボールのとこ構えて膝ピンって飛ばしてる、めっちゃ、うん、そう、で肩下げてめっちゃ、そう、なんて言う方にしてめっちゃ、そう、で手元ちょっと上げて、肘曲がらんぐらい、ちょっと上げて、そう、で膝ちょっと上げ曲げて、膝ちょっと上げて、気持ち悪いやろ、うん、ちゃんと当たらないのに、そのまま比べへんと持っちゃおうと持ち上げて、え、これでどのパワーで振ったんですか？フルスイング。え、これで？はい。打ちにくいやろ、それになれろ。打ちにくいけど、言葉にできないんだけど、で、リアル言うだけで257、はい、行く。ちょっと待って、俺おしっこしてきただけやねんけど。いいよ、行ってきて、あとこの感想だけ言っとくから。オッケー、バイバーイ。顔映ってない。あ、面白いの使う筋肉変わるから、脊柱起立筋で受け止めなあかんのに、大腿四頭筋で全部受け止めてるから、大腿四頭筋とそれにつながる腹直筋、あと腸腰筋で受け止めてスイングしてるから、体のインナーは使えてるけど逆にアウターが全然使えてない。あ、インナー重視になりすぎてんねん。大体とかアウターしか使えてなくてインナー使えっていうのが、君インナー使いすぎてアウター使うの忘れて持ってんねん。勝手にアウター動いて持ってんねん。あ、膝ピンピンの足で超なで方で構えて、膝ちょっとだけ曲げる感じ、そう、違和感になるぐらい、それぐらい、そのままいこう。そう、それでいい。気持ち悪いやろうけど、足踏ん張られへんやろ。うん。なら楽してて、足踏ん張らなくてもいいぐらい膝曲げてごまかしてて。あー。踏ん張られへんって、右突っ張って240飛んでんねんから、もう一回。全然違う。マジで違う。膝ピンピンの足。そうそうそう。で、肩めっちゃ痛い。もう。あ、いいよ。それでグッて握って。力の入るところで。膝をほんの少しだけ曲げて。顎引いて、そう。行こう。そうそう。おい、おい、やばそう、これ。これやばいよ。感覚違いすぎてビビる。ほら、すごい。ね、何を9でやって。それでテイクバック深くできると思うんで、深くしたら280まですぐ行くわ。あ、じゃあやめてもらって、ここら辺。なんで？
これ私の体が絶好調な時の飛距離なんです。そうだな、すでに。そうなんだ。え、ここ測ったことある？あります、あります。マックス275とかそれ以上は出ない。何でそれ？テイクバックもうちょっと深くして、はい、うん、テイクバック上げて深く上げて、いい、そうだね。はい、もう一回テイクバック深く上げて、はい、もう一回もっと早く上げて、そうそうそう、もう一回早く上げて止まって、もう一回早く上げて止まって、ダッと止まって、もっと早く上げて、そんなことは手で上げるよ、体全体で、そうそうそう、早く深く上げて、早く上げて止まる練習して。やばい、その速度はマジでやばい。早く上げてピッて止まって、いけいけ、そうそう、もう一回、はい、OK、もう一回そのままピッて止まって、そのまま今度は止まった瞬間にすぐにも切り返しに行く、早く上げて、はい、OK、もう一回、そう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 、もう一回、そうそうそう、よしよし、来い。いやいやいや、まあ私は関係なく振るけどね。勘弁して2つしかないねんから。じゃあ1個ぐらい大丈夫。バカバカ、大事だ、2つやねん。さあさあ、違う、死んだよ、死んだすぎる。あ、それもうちょっと右サイドギューって縮めて、今こうやって叩いてるから、うん、って叩いてる、はあ、頭の中パニックだ。はい、いける。うん、オッケー。ちょっともう今日これで勘弁してもらっていいですか？あ、いいじゃん。おお。263。ほんまにバイバイ。ありがとうございました。あ、締めといて。はい。いきなり変わりましたね。ただの練習が。いや本当に。いややっぱりさ、一人で練習するもんじゃないというか、練習しなきゃいけないんだけど、うんうん、もちろん他のことはもちろんなんだけど、飛距離。うん、に特化してるなっていうのは改めて思うなって、うん、そしてもう息が、うん、全然やばいですね。もう私このままあと3分後にトレーニング1時間半やってまいります、はい、またこういうね合間を見て先生が来てくれる時と来てくれない時があるかもしれないんですけど、はい、練習にお付き合いいただけたら私のモチベーションにもなるのでよろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。あー、息がやばいいや、見てたら私もやりたくなる。More smooth. More spin. More easy.